こんにちは。今日の道内ところどころ雨雲が点在していて、現在は東北そして道東の一部雨の降っているところがあります。そしてこの後この雨雲次第に弱まっていく予想です。午後3時くらいまでには雨の止むところが多くなるでしょう。そして今夜は十五夜、お月見も楽しめそうなんです。今夜9時の天気分布見ていきますと、北の地域ほどよく晴れそうです。太平洋側一部雲が残るところあるんですが、雲の切れ間からお月見のチャンスはありそうです。では今の根室花咲の様子です。こちらは雲に覆われています。あと 1,2 時間はにわか雨にご注意ください。午後の天気です。上川北部と釧路根室地方で昼過ぎまで局地的に雨が降るでしょう。札幌は天気の崩れはありませんが、昼過ぎ一時的に雲が広がりそうです。予想最高気温です。平年より 2,3 度高いところが多く、広い範囲で22度から25度の予想です。札幌は25度になれば4日ぶりの夏日です。では今の札幌の様子です。雲が多いですが切れ間から青空も見えています。週間予報です。明日は今週で最も気温が高く、札幌と北見は26度、旭川は25度まで上がる予想です。明後日も晴れますが気温は上がらず、網走の最高気温17度の予想です。金曜日は広い範囲で雨が降り、大雪山系では雪となる恐れがあります。太平洋側です。明日明後日は広く秋晴れとなるでしょう。こちらも金曜日は広い範囲で雨が降り、この雨で秋が深まりそうです。